ファッション通信30周年おめでとうございます。やっぱり世界の中 の, あのファッションのこういう番組で30年というのは一番長い感じなのですごく期待してますし、私も今年で53年になりますから、ぜひ続けて世界一のあれを目指してください。番組が始まった頃からずっとご紹介させていただいてます、最初からですね、はい、本当にもう お互いに何十年って感じですけれど、ファッション通信30年おめでとうございます。ファッション通信30周年おめでとうございます。今後も頑張ってください、楽しみに見てます。